こちらでは軽減税率に対応したレジが展示されています。ではお願いします。このように小計の下、合計の欄に軽減税率を示します 8% の対象の商品の明細と、はい、一般税率 10% の明細が合わせて印字されるようなレシートになります。でさらにその商品の頭に軽減税率の対象商品かどうかを示すマークということが K という文字になりますけれども印字されると、このようなレシートになります。一方で外食産業の団体は改めて軽減税率制度への反対を表明しました。なぜモスバーガーを店内で食べると10で外で持ち帰ると8なんだということの説明は何もないんです。ですからそこが法という中で公平性というものは非常にないんではないかな。もうあと1年しかないわけですよね。厳しいというよりも無理だと思いますよ。それ今が丁寧にいろいろ指摘されている問題がいくつかありますので、その問題に関しては丁寧に対応していきたいと思っています。財務省は今後、はい、政令などで制度の詳細を詰めることにしています。